皆さんこんにちは、ワンダルクルピーです。では今回は源平合戦頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。前回は四国に兵士を滅亡させて、さらに抵抗を続ける木曽義仲、これも滅亡へと追い込みました。今回は最後に東北藤原の秀衡、これと外交交渉を行って、もしですね、我々に従わないようであれば、これを滅亡させて天下を統一、この流れに持っていきたいと思います。では早速外交から始めていきます。最初に佐竹のところに義経を派遣しました。まあ当然佐竹は我々心中しませんでしたね。討伐軍を編成しました。まずは、頼朝。総兵力3万ですね。そして、義経。こちらも総兵力3万超えです。まあ、これを主力に、越後からは、時政軍。これも3万。さらに、遊撃軍として、梶原景時。2万5千。まあ、総兵力10万という大軍を持って、佐竹、そして藤原の秀衡、討伐へ向かっていきたいと思います。ではまず義経ですね。遠江を出発して今現在甲府にいるんですが、これを上野まで進出させて、上野の新田、これの討伐を行います。守備隊がいるので、まず守備隊を撃破した後、実際にね、宇都宮に侵入するという流れになると思います。まあ、最強布陣と言っていいと思います。そのまま出撃です。まあ、敵も兵力多いですね。まずは野戦で勝利してます。義経弁慶、和田義盛に引き義和という、まあ、最強の布陣で臨みましたので、まあ、完勝と言えると思います。このまま上野へとなだれ込んでいきます。波状攻撃を仕掛けます。武蔵から足立を出撃させて、義経が野戦で破った宇都宮へ進行させます。はい、これで宇都宮、上野が我々のものになりました。時政と梶原景時は長久平泉を目指して越後から行軍を続けます。続いて頼朝ですね。頼朝はこの後佐竹討伐に向かってもらいます。頼朝のところに佐竹軍が迎撃に出てきましたね。ちょっと思わぬ形でした。こちらも絶対的な兵力の前に籠城するかなと思ったんですけども、積極出撃策を取ってきましたね。で、味方ですが、頼朝が兵力3000を引いて、畠山、そして熊谷直光、このあたりが最強の布陣ですね。では、出陣です。まあ、佐竹軍もそれなりに数は揃っているように見えますね。一気がけで、熊谷直光を出しましょう。はい。佐竹軍の兵質がとても高くて苦戦しましたが、迎撃に出てきた部隊を撃破しました。ただこれ頼朝なんですけども、ちょっとダメージが多いので下総に帰還して、下総で兵力を立て直す必要がありますね。
時政は秀衡のもとへ突撃していきまーす。まあ、ここまで全く合戦をしていない藤原の秀衡なので、どれほどの兵力、兵質なのかっていうのが完全にクエスチョンなので、まあ、慎重に戦っていきたいかなと思います。陣はご覧のようになっています。時政、まあ、それほど武力高くないですが、大将として出陣です。さらに、金子家忠、これ武力100ですね。そして、まあ、今回、北条義時物語と、テーマを持ってプレイをしていて、なかなか活躍の場がなかった義時も出陣しています。敵の方は兵力はそれなりにありますね。まあ、まずは一気がけで武力100の金子家忠を出します。これでね、あの敵を撃破できればよし。一騎打ちを拒めば、それはそれで敵の士気が下がるのでよし。というところですね。はい。これで、まずは出羽を時政が占領することができています。ここを拠点に平泉へと攻め込みましょう。続いて義経を足利のもとに派遣します。まず野戦からですね。義経、和田義盛、比企能員、そして弁慶と、いつもの最強布陣です。敵は、増兵はいませんで、これであれば、単勝できると思います。では、合戦開始です。では、このまま制圧に進んでいきます。頼朝は、陸奥の佐竹に攻め込みます。で、こちらは、頼朝が、本体を率いて、熊谷直光などが副将格として参戦しています。敵の方はもう、どうだろう。佐竹秀吉ぐらいしか、まともな部隊が用意できてないように見受けられますね。このまま一気にね、押し潰して、いきたいというふうに思います。はい。佐竹を滅亡に追い込みました。熊谷同士の戦いも、直光が勝利してます。では、時政を先陣。そして、五詰め部隊として、梶原の景時。さらにその五詰めとして、頼朝を配して、奥州、平泉へ出撃します。敵は、藤原の秀衡です。兵力、やっぱりちゃんと整ってますね、敵もね。まずは一騎打ちで様子見しましょう。大河ドラマの中では、田中泯さんが藤原の秀衡やってますよね。敵の情報です。藤原の秀衡、武力はそれほど高くないですが、有名がとても高いですね。その他、鈴木重家など武力がそれなりに高い武将が揃っているようです。まずは人当たりかけましょう。で、状況を見てですね、作戦を練り直します。対戦です。時政が、先に潰されてしまいましたね。もうちょっと早く時政を下げるっていう選択肢を取るべきでした。五詰めの梶原の景時を出します。
兵力ではちょっと劣るし、武将の質も少し劣るんですが、まずは平泉の兵力を削るという目的で出撃です。この後頼朝も出しています。時政、景時と連敗してしまった平泉、藤原の秀衡との決戦ですが、義経を投入します。万が一頼朝が敗れるとゲームオーバーになってしまうので、先に義経を当てることにしました。義経のほか、和田義盛、比企能員、そしてもちろん弁慶なんかを用意してあります。ここは義経ではなくて弁慶で一騎打ち挑みましょう。波状攻撃によって藤原の秀衡軍も多少はね、兵力が落ちてきてますので、まあ、この義経軍によって、まあ、息の根を止める。それができなかったとしても、五詰めの頼朝軍で決着をつける。まあ、そういう作戦になります。では、開戦です。敵の突撃を受けて、弁慶隊などが撃破されてしまいましたが、藤原の秀衡を残して他の部隊壊滅させています。最後はこの義経と秀衡が激突するっていうのは感慨深いですよね。このまま押し切って、奥州平泉、ここの制圧を義経が行いました。ではエンディング見ていきたいと思います。頼朝はここに全ての勢力を一掃、覇権を州に収めたと。
はい。源平合戦頼朝編、これで終了となります。最後までご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。